でもまだまだまだなんかいけるんじゃないか、まだいけるんじゃないかっていうのがね、未だにあって、うんうん、だから今もアルバムまたね、また作りたいなと思ってるし、ライブもどんどんやりたいなと思ってるし、うん、その辺が続いてるのかなって思います。2003年に、まあ、再開っていう形でやって、もしかしたらそこで終わったかもしれないけど、まあ、その時3人とも音楽業界でやってたわけだし、あ、このスタンスだったら続けられるじゃんみたいな、やっぱりそういう話もしたし、うん、だからやれてると思うのね。
Thank you.